こんにちは、恐竜研究者のコチ類進です。今回は映画ジュラシックパークジュラシックワールドシリーズ解禁賞の植物食恐竜パラサウロロフスを紹介していきます。パラサウロロフスは私の専門であるハドロサウルス類なので、いつも以上に詳しく解説していきます。では早速始めましょう。この動画は4章立てになっており、一通り見ることで映画では伝えきれない魅力がわかるようになってますので、ぜひ最後までご覧ください。パラサウロロフスとはハドロサウルス類という植物食恐竜のことです。カモノハシ恐竜などとも呼ばれ、カモのような平たいくちばしを持つことが特徴ですね。この口の中にはなんとびっしりと数千本もの歯が生えていました。この歯がヤスリのようにゴリゴリと植物をすりつぶすことで効率的に食べたものを消化していたんですね。これはパラサウロロフスだけではなくハドロサウルス類に共通の特徴です。さて、そんなハドロサウルス類の中でもパラサウロロフスはランベオサウルス赤という特徴的なトサカを持つグループに分類されています。後で詳しく説明しますが、ランベオサウルス赤は多種多様な形の内部が空洞のトサカを持っていたんですね。体の大きさは体長8から10メートル、体重5トン以上程度と推定されています。これはアフリカゾウに匹敵するほどの大きさです。生きていた時代は白亜紀の最終盤、恐竜時代の終わりの方ですね。そんなパラサウロロフスが住んでいたのは、現代でいうところの北米大陸です。北はカナダのアルバータ州、南はアメリカのユタ州やニューメキシコ州と南北に広く分布しています。実はパラサウロロフスは複数種見つかっています。現在知られているのは3種、パラサウロロフスワルケライとチュービセン、そしてシルトクリステータスですね。まずパラサウロロフスワルケライから見ていきましょう。これは最初に見つかったパラサウロロフスで、1922年に命名されました。尻尾以外のほぼ全てが見つかっている、最も保存状態が良いパラサウロロフスで。見つかっているのはカナダのダイナソーパークフォーメーション。日本でも北海道大学総合博物館でレプリカが見れますね。ジュラシックパークシリーズに出てくるパラサウロロフスは、この種がモデルになっていると思われます。次、パラサウロロフスチュービセンは1931年に命名されました。これはアメリカのニューメキシコ州から見つかっています。漆黒のテキスチャーが美しい標本ですね。見つかっているのは頭だけですが、特徴的なトサカが見て取れます。また、これとは別にほぼ完全な頭が1999年に見つかっていますね。3種目はパラサウロロフスシルトクリステータス。これもアメリカのニューメキシコ州から見つかっているものです。この種はトサカの先端が大きく曲がっていることが特徴的ですね。というか、ほぼ全身が見つかっているのですが、頭はトサカ以外は見つかっていませんでした。しかし、2個体目がアメリカのユタ州から2021年に報告されています。というか、分類が若干混乱していたのですが、シルトクリステータスと思われる個体は2000年の段階でもすでに見つかっていました。これらは見てわかる通り、トサカがかなりしっかりと曲がっているのがわかります。さて、3種類存在するパラサウロロフスですが、一時は性的二型、つまりオスメスの違いではないかという説も浮上しました。1981年の論文では、シルトクリステータスをメス、ワルケライとチュビセンをオスであるという仮説が出ていますね。ただ、これは最近ではあまり支持されていない学説です。というのもこの3種、そもそも生きてた時代が結構違うんですね。ワルケライが最も古く、だいたい7700万年前。次いでシルトクリステータスが約7600万年前で、チュビセンが約7350万年前と、
それぞれだいたい100万年ほど離れています。また生息地もかなり離れていたことから、ひとまず何か証拠がない限りは別種と考えるのが妥当であろうとされています。アラサウロロフスの得意なトサカは一体何に使われていたのか。これは研究初期段階からの謎で、様々な仮説が提唱されてきました。有名どころだとシュノーケル仮説や空気タンク仮説があります。アラサウロロフスを含むハドロサウルス類は水辺に住んでいたこともあり、1900年代前半では海に潜るような生活をしていただろうと考えられていたんですね。そのために必要な空気の確保に有利ということで、これらの説が提唱されていました。ただトサカに空気の取り込み口がないこと、そもそも潜水していた証拠がないことなどから、現代では否定されがちですね。類似のものとしては塩類線が入る空間という仮説もありました。これは体内に入り込んだ過剰な塩分を捨てるための機能ですね。海に生きている動物に見られる構造で、これも潜水生活を前提とした、海の中に潜っていたことを前提とした仮説でした。他には嗅覚の向上や体温調節などが提唱されていましたが、いずれも十分な証拠は見つかっていません。あとはとんでも仮説として、火炎放射器だったという説が唱えられたこともあります。当然ですが、そのような証拠は見つかっていません。現在広く受け入れられている仮説としては、社会的なコミュニケーションツールとして使っていたというものですね。特に見た目を飾り付けるディスプレイ効果と、音響によって仲間と意思疎通をするためのものという2つに分かれます。飾り付けというのは、要はチャラ男ってことですね。俺はその日生きるだけで限界の貧乏人とは違うよ、自分を飾り付けるだけの経済力があるよ、俺の遺伝子優秀でしょ、だから結婚しようぜ、そしたら君の子供も優秀になるよっていうアピールなわけです。実際十分に餌が取れなかったら、トサカの発達が不十分になるなどのデメリットがあったかと思います。また無駄にでかくて目立つトサカを持ってても肉食恐竜に食われていないというのも、優秀な遺伝子を持つ証拠と言えるかもしれません。音響の方も同じようにモテるためだったかもしれませんが、面白い研究例があります。アラサウロロフス・シルトクリステータスと中尾線では、実際にどんな音を出していたのかが推定されているんですね。トサカの内部の空洞で音を共鳴させているので、管の長さなどから音の周波数を計算できるんです。その結果、シルトクリステータスは50から375Hz、中尾線は 30Hz 程度と、非常に低い音を出していた可能性が指摘されています。さらに面白いことに、ヒパクロサウルスというパラサウロロフスの近縁種では、赤ちゃんが出す音がちょうど大人の過聴域に収まるレベルだったということが分かっています。もしかしたら同種同士のコミュニケーションというだけではなく、子育てにもトサカで反響させた音を使っていたのかもしれません。最初に見つかった個体にして、今なお最も保存状態がいいパラサウロロフスの化石ですが、実は満身創痍だったということが2020年の研究で明らかになっています。なんとこの個体だけで5箇所もの主要な病変、つまり病気や怪我の跡があったんですね。そのうち頭のものは歯周病かもとされています。確かなことは言えないものの、骨の内側からゆっくりと慢性的に炎症が広がっていた可能性があります。肋骨にも数箇所病理の跡が残っています。どれも回復が進んでおり、この骨折が直接的な死因ではなかったようです。この論文では原因まではわからないものの、3本の肋骨がまとめて折れただろうとしていますね。他には腰の骨が異様に肥大化しています。これも原因不明ですが、何かしらの怪我が治った後のようです。肋骨の骨折や歯周病と合わせ、
この巨大恐竜はなかなかに波乱万丈な人生を送っていたみたいですね。他に面白いのは背骨の病理です。まず前の方の背骨の先端が肥大化しています。これは人体の付着部位が怪我をして肥大化したものとされていました。そしてそのすぐ後ろに V 字状のスペースが空いています。この構造はパラサウロロフス本来の構造と考えられていたこともありますが、この論文では強い力がかかって前方に骨が歪んだ病理の一種だろうと結論付けています。2点合わせてこの辺りの背骨に大きな力がかかっていた可能性が指摘されたわけですね。じゃあここで一体何が起きていたのか。この論文ではパラサウロロフスの頭を支えるための靭帯がついていたのではないかとしています。つまり首の前の方から背中まで靭帯が伸び、さらにそこから腱や筋肉が首の骨に伸びるという形ですね。もしこれが事実なら、ハドロサウルス類の首は大抵の復元よりも筋肉質だっただろうとこの論文ではしています。このように全身から病気の跡が見つかっているパラサウロロフスからは、生活の歴史や軟組織の復元の手がかりまで得られているのです。実は子供のパラサウロロフスの全身骨格が見つかっています。場所はアメリカ合衆国ユタ州。種までは特定できていないのですが、場所や時代からパラサウロロフスシルトクリステータスである可能性が高いだろうとされています。推定体長はだいたい 2.5 メートルと大人のパラサウロロフスの4分の1程度と小さいことがわかります。単純なサイズ比較だけではなく、年齢の推定も試みられており、そのためにすねの骨が切断されています。これを使って木の年輪のような骨の微細構造を観察して年齢を推定するわけですね。その結果、成長停止線という線が存在しないこと、そして成長の早い骨組織によって骨が作られていることから、おそらくこの個体は1歳未満だっただろうと結論付けられています。人間の常識からは考えづらいことですが、パラサウロロフスを含むハドロサウルス類の成長速度はとんでもなく速かったというわけですね。気になる頭とトサカに関して詳しく見ていきましょう。近くで見るとよくわかりますが、鼻先が潰れている以外、非常によく頭が保存されています。そして何といってもトサカの発達が限定的なのが特徴的です。大人のパラサウロロフスのような筒状にはなっておらず、ちょっとしたコブのように見えますね。しかし内部構造を見ると、すでに筒状構造は発達しており、音声コミュニケーションを使用していた、もしくはそれに向けた準備が始まっていたものと思われます。さてこのちょこっとしたトサカですが、実は成長段階の割に大きく発達しているんです。どういうことかというと、パラサウロロフスの成長過程においてこの個体は大人の 25% 程度の大きさしかないにもかかわらず、すでにトサカの発達が始まっているというのが異常なんです。これは同じランベオサウルス亜科に分類される近縁種コリトサウルスで見られる系統とは違うんですね。コリトサウルスが同じくらいの大きさの頃はまだトサカが全然発達していませんでした。コリトサウルスの場合、トサカの発達が始まるのは大人の 50% 程度の大きさになってからなんですね。つまりパラサウロロフスは他のランベオサウルス亜科に比べても早熟だったということです。このような成長戦略は一体どのような意味を持つのか。実はこれはハドロサウルス類の繁殖戦略の進化過程を知る手がかりになるんですね。詳しく説明しましょう。ハドロサウルス類にはパラサウロロフスを含むランベオサウルス亜科の他にハドロサウルス亜科というグループがあります。北海道で見つかっているカムイサウルスという恐竜はこのグループですね。
この2つのグループ、基本的にランビオサウルス赤が大きな卵を少数、ハドロサウルス赤が小さな卵をたくさん産んでいただろうとされています。もっと言うと、これはランビオサウルス赤の方が子育てに積極的で、ハドロサウルス赤の方は比較的子育てに消極的だったかもしれないということです。ですが、ここで面白いのは、ランビオサウルス赤であるパラサウロロフスはどちらかというと子育てに消極的だったかもしれないということです。トサカの発達具合から、パラサウロロフスは他のランビオサウルス赤よりも早熟だったという話をしましたね。早熟であるということは、つまり死ぬ前にとっとと子孫を残すための戦略です。つまり命の価値が安いんですね。命の安さは小さな卵をたくさん産み、子育てに消極的な戦略とも一致します。つまりパラサウロロフスはランビオサウルス赤であるにもかかわらず、ハドロサウルス型の繁殖戦略をとっていたのかもしれないのです。とはいえ、これは恐竜類においては一般的な戦略なので、どちらかというと他のランビオサウルス赤が特殊だったのかもしれません。まとめると、パラサウロロフスは北米の巨大植物食恐竜で、トサカの形が違う3種類がこれまで見つかっています。そのトサカは自分を飾り付けたり、音を反響させたりするのに使われていたとされます。まあ、ビジュアル系アイドルってわけですね。全身から病気まみれの化石が見つかっており、たくさんの怪我を経て全力で生き抜いていたであろうことも分かっています。また成長速度やトサカの形から、ランビオサウルス赤には珍しく子だくさんな成長戦略をとっていたのかもしれません。今回は以上です。ジュラシックパークシリーズ解禁賞のパラサウロロフスですが、映画だけでは伝わらない魅力もあったかと思います。今後もジュラシックパーク、ジュラシックワールドに登場する恐竜を紹介する動画シリーズは継続的にアップしていくので、今のうちに高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。